こんにちは、ヒロと申します。今回の動画は今週の月曜日に登場したスペインリーグショータイムに搭載されているベリンガム、バルベルデ、この2人の使用感解説、加えて新フェーズ始まってディビジョン戦で20戦無敗を達成したガチスカ紹介も合わせてやっていこうと思います。20戦の戦績としては最初少し調整しながらやっていて4連続引き分け、その後は3連勝1分けで、また3連勝1分けからの1勝1分け2連勝、そして最後も1勝1分け2連勝と、こんな感じの内訳になっています。ユナイテッドのアイコンにしてからフォーメーション固まったんで、それで言うと今の形になってからは12勝5分けと、かなりいい戦績を残せているかなと思います。ということで早速ガチスカの紹介からやっていこうと思うんだけど、今ヒロが使っているガチスカはこちら 4-2-2-2 の2オムフショートカウンターですね。この形が今めっちゃ強いわ。やっぱりこのフォーメーション安定して強い。そして細かい配置に関してはこんな感じなんだけど、これ無理にいじらなくてもユナイテッドアイコンに設定してフォーメーション変更初期設定、これを行えば同じ形にできるんで、ぜひねすぐに真似できると思うんでやってみてください。ということでまずはこのフォーメーションの人選を話していくんだけど、いつも通りゴールキーパー、センターバックは自分が信頼している選手を起用するのがおすすめです。自分だったら守備的ゴールキーパーシュマイケル一番信頼してるんで置いていますし、センターバック2枚は無印が好きなんでライカールとトミヤス、この2人置いてます。アラウホもいいんだけど、なんか最近ちょっとやらかしがちなんで一旦ライカールトに変えてます。身体能力はアラウホの方が強いなっていう場面は何度かあるんだけど、それ以外の安定したパフォーマンス見るとしばらくはライカールト、トミヤス、この2人起用していこうかなと思ってます。その次サイドバック結構重要で、1枚守備的サイドバック、もう1枚が攻撃的サイドバックですね。いつもだったらテュラムとか置いて守備的2枚起用してるんだけど、今ね攻撃的1枚がマジでおすすめです。控えに組んで入れてるんだけど、今週の組んでマジで強いんで本当に習慣引くのをおすすめします。ベリンガムもねいらないにしても30万 GP になるんで、今週マジ引き得なんでぜひ組んで狙ってほしいですね。スキル優秀で能力強いんでこのフォームにバッチリハマります。あとは攻撃的2枚とかいろいろ試したんだけど、これだとちょっとバランスが悪かったんで、起用するなら攻撃的1枚の方がいいかなと思います。そして次2ボランチですね。1枚を守備的選手、そしてもう1枚を万能型の選手、この配置がおすすめです。なのでビエラとかアンカーでもいいですし、ピルロはデヨングとかエリクセンとか今来ているバルベルデとか、そのあたりの選手がおすすめです。バルベルデもね前半から本当は使いたいんだけど、適性がね追加チケット持ってないんでボランチまだつけれないんですよね。ボランチつけたらもうスタメン絶対使うんだけど、今のところ後半からシムフで起用してます。そして2オムフですね。ここはねもう一択と言っていいんですけど、2列目で守備できる選手2枚置いてます。1枚はデヨング置いていて、スキルに関してはねブロッカー、チェイシング、インターセプト、この3つが結構重要かな。カットしてからパスで展開もできるし、自分で突破してシュートっていう場面も作れる選手なんで、あとウリヘーネスとかネドベドとかそのあたりがおすすめです。ベリンガムも同様にネドベド、ウリヘーネス、そのあたりの選手がおすすめです。そしてベリンガムもねスキル構成がこちらになっていて、ブロッカー、チェイシングつけていて、スキルはインターセプト最初から持っているんで、あとはエアバトル追加しようかなと思っています。いやマジで強い、これ本当に。この形の起用だとベリンガムはめちゃくちゃ刺さるし、あとは CF 適正追加して前線から刈り取りたい時はこっちで起用してもいいですし、このフォームにねめちゃくちゃハマる。てかショートカウンターに合ってるわベリンガム。そして最後2トップなんですけど、ラインブレーカー1枚、無印 CF1 枚、この2トップを起用しています。2トップはねボックス好きだったりライブレ2枚置くのが好きだったり、いろいろ好みが分かれると思うんで、そこは試してほしいところなんだけど、それ以外特に2トップ、2ボランチ、サイドバック、この配置がめちゃくちゃ重要かなと思います。あとは選手への指示なんですけど、自分何も設定してません。結局何もないのが一番攻撃しやすいし守備もしやすかったんで、特にこれからつけようかなとは思ったりはしてません。もし守備的に行きたかったら守備的サイドバック、ディフェンシブとかそのあたり置いてもいいんだけど、それが合わなかったら何も設定しなくても十分戦えているんで、そこもいろいろ試してみてください。そして最後に控えの選手たちの起用法なんだけど、ルミニゲ、フリット、ビニシウス、この3名はトップ起用だね。あと2列目の選手はトップ下起用だし、バッチョはちょっとドリブルサイドでしたいなっていう時とか、セカンドトップ起用とか後半から違いを作るために起用したりします。そしてそれ以外のバルベルデは後半から中盤で使って、アラウホも調子良かったら守備的選手としてボランチで起用することもありますし、テュラム、クンデに関してはベルゴミ、ラーム、この2人の控えになってます。絶好調だったら右テュラム、左ラームとかそういった使い方もしますし、控えの選手の使い方としてはこんな感じかな。かなり真似しやすいと思うんで、ぜひね
まだこの形使っていない方は参考に人選組んでみてください。まあそして試合の方も見ていこうかなと思うんだけど、その前にベリンガム、バルベルデ、この2人の使用感を話していこうと思います。ということで早速話していくんだけど、まずはバルベルデですね。バルベルデは後半から守備固めで起用することが多いんだけど、まあ、27試合使っていて、まあ、B2B なんで前線上がってくれたりサポートもしてくれるんでゴールも生まれますし、加えて守備もしっかりこなしてくれるんでマジで強いですね。スキル追加としてはブロッカー、ヤバトル、足裏ダブタ、スライディングタックルと、この5つ追加したんだけど、まあ、ボールの持ち感とかはね、さすがにデヨングとかそのあたりの選手の方が優秀なんだけど、このスピシュン90からのボールの刈り取りが神がかっているんで、DMF、2ボランチとかの選手だと一番使用感が好きですね。まあ、なので B 固定とか気にしない方は本当にバルベルデ獲得推奨ですね。今はマジでめっちゃ信頼してます。そして2人目ベリンガムについても話していくんだけど、戦績としては33試合に出場していて14ゴール7アシスト、トップ下の選手としてはかなり活躍していると思います。今回のベリンガムオフェ戦が高いんで、やっぱり抜け出しの AI も優秀ですし、パスも上手いし決定力もあってディフェンスもある程度やってくれるんで、このフォーメーションの使い方としてはめちゃくちゃ刺さってる選手になります。まあ、ベリンガムに関しては前回のショータイム持っているんだけど、まあ、このベリンガム使わなくなったんで今回どうなんだろうって思ってたんだけど、実際に使ってみると今回のベリンガム使用感良くなってますし、何より特殊ダブルタッチ最初から搭載されていないんでトップでの起用もできるようになりましたし、イメージとしては両足使えてスピードちょっと落としたカカとか、まあ、そのあたりになってくるかな。実際に使ってみると、まあ、フリットというよりは、まあ、カカとかそのあたりの選手との比較にはなってくるのかなと思います。まあ、直近だとルックマン、マラドーナ、このあたりの優秀な2列目も登場しているんだけど、まあ、そこと比べてもより万能型の選手になってますし、なのでより攻撃的に行きたい時とかはマラドーナ、ルックマン、このあたりの選手起用して、まあ、そのまま守備的に行きたい時はネドベド、ウリヘネス、まあ、このあたりの選手を入れ替える形で今は起用してます。昨日の配信のクリップ少し見ていくんだけど、まあ、ベリンガムしっかりこねて、パスも上手いよね。ビエラ、ムバッペ、レオン。で、ベリンガムここ、ピンポイントのスルーパス。このパスがね、めちゃくちゃ強い。あとはカウンターのシーンのアウトスピンのピンクロなんだけど、これもマジでね、強いのよね。これもうあと打つだけ。こういうこともできちゃうのがマジでベリンガム、最高。あとはしっかりね、ミドルも決めれるんで、ここ見てください。もうフリーにしたらインパクトで枠内持ってきます。いや、これはマジで強かったね。まあ、ぜひね、ここまでのクリップ、昨日の無敗達成した配信で見れると思うんで、ぜひ気になる方はアーカイブ見てみてください。と、まあ、ここまでベリンガム、バルベルデ、この二人の使用感について話していったんだけど、獲得必須級かどうかというところで話していくと、月曜日の評価動画でも話した通り、B 固定の選手、ある程度揃っているなら、行く価値のあるガチャになっているかなと思います。ということで、ここまで、ガチスカの人選解説、バルベルデ、ベリンガム、この二人の使用感解説やっていったんですけど、最後に、このガチスカの試合解説、軽く話していこうと思います。守備は下手なんで、攻撃シーン、まとめて話していくんだけど、まずね、この試合、ブリーツカーブでいきなり先制って決められます。やばない、あの軌道。では次、カウンターのシーンですね。ルックマン、ビエラ、ベリンガム、レオン。まあ、大体、2オムフ、2トップ。この選手たちでボール回します。で、これ、2列目抜け出してスルーパス出したんだけど、結構ね、ニア、ミドル打てば入るんで、積極的に狙ってみてください。下手にこねてね、コンカとかやるより。あの方が決定力高いと思います。ルックマン、ムバッペ、レオン取られるんだけど、ここデヨンカット。やっぱ2列目多いんでね、スペース空くんで、レベリンガムフリーのところをシュート。いや、これ合わせられるのでかい、本当に。で、ここもう1点ですね。レオン、ベリンガム抜け足、やっぱ2列目いいね。で、アウトスピンでシュート。本当に強いベリンガム。で、ここカウンターのシーン、デヨング、ムバッペ出して、ちょっとこねて、デヨング戻して、またこねて、ルックマン。で、あと特殊ダブタでシュート。やっぱ2列目多いとね、攻撃もしやすいんで、マジでいい。で、ここショートコーナー失敗するんだけども、お待たせしました。ベリンガム。インパクトシュート！完璧。で、まあ、ここで、お相手さんが切断して、勝つんですけど、いや、このベリンガム、マジでいいね。気持ちいいよね、これ決めるの。あと、まあこんな感じで結構ね、テンポよく2列目の選手、トップの選手、この辺りでパス回しながら相手を崩していくっていう戦い方がマジで強いんで、ぜひ参考にしてみてください。
ということで、ここまでが今週登場したベリンガム、バルベルデ、この2名の使用感解説、そしてガチスカ人選、試合解説やっていきました。まあ、試合動画に関しては少し短かったと思うんで、ぜひね、アーカイブ残してあるんで、気になる方はそちらからチェックしてみてください。加えて何か質問や気になることがあれば、この動画のコメント欄や生放送でも受け付けているんで、まあ、ぜひお気軽に質問してください。そして最後にチャンネル登録、高評価まだの方は、ポチッとお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。